はい、皆さんこんにちは。漫画家の島田慎です。アシスタントの斉藤です。アシスです。よろしくお願いします。はい、ということで、今回はですね、まあ、以前にもちょっと似たような企画はやってるんだけども、自分たちの人気キャラを合体させて、理想の主人公キャラを作ろう、前はね、ちょっと別のマルシアっていうね、ゲストと一緒に、ランダムで人気のキャラクターたちをこう口引きで引いて、その3キャラをね、合体させて、こうキメラキャラクターみたいな、すごいのを、まあ、作る企画をやったんですよ。今回は3人でこう知恵を振り絞って、これぞ私たちの理想の主人公っていう。本当。自分から、一から理想の主人公を生み出すのは難しいけど、やっぱいい主人公たちのいい要素たちをね、合わせていけば。まあ、すごくいい主人公ができるはずなのよ。最強の主人公を作れってこと？そう。で、さらに、今回主人公だけじゃなくて、まあ、もう一人主人公に必要なものっていうのは、ライバルキャラなのよ。はいはい。キメラ主人公とキメラライバルキャラを作りたいと思って、理想の。確かに、いい主人公にはいいキャラが、なんか敵対キャラが必ず、ね、そうでしょ、そうでしょ、うん。みんなで考えたキャラ、最後私が書くから。はいはいはい。まあ、それで、多分そこで本当最強のキャラがこの撮影中に生み出されるはず。すごいね。まあ、とりあえずやってみよう。うん。で、やっていきますよ。レッツチェケラー。はい。ではですね、まず主人公キャラからいきたいと思います。はい。で、まあ、事前に何にもないとかいきなり作るのは難しかったから、事前にみんなに自分の好きな主人公キャラ上げてきてもらってると思うの、はいはい、で、それを今みんなに発表して、まあ、それを聞いた上で、その要素をうまく入れながらキャラクター作っていきたいと思います。はいはいはい、お、いいね、いいね。じゃあ、それぞれまず発表していこう。はい。誰からにしようかな。じゃあ、まあ、斉藤からでいい？私から。斉藤の好きな主人公キャラは、この人です。こちらです。遊戯です。このデュエルマスターズ。遊戯王のね。そう、遊戯王の。武藤遊戯、ね。デュエルマスターズの主人公、遊戯。どっち？なるほど。闇じゃない方。私はね、闇が好きだった。あ、闇の方か。主人公の、まず、遊戯って、二重人格っていうかさ、なんだろうね。千年リングっていうのを、アイテムを持って、別キャラが出てる。自分の中にもう一人の自分がいるんだよ。で、なんか弱気な主人公とちょっと強気な主人公みたいな感じなんだけど、どっちかって強気な方。強気な方。なるほどね。ね、まあでも両方含めて遊戯だと私思ってるから、まあ、キャラ性としては二重人格みたいな。そう、二重人格のなんか自分がいるみたいなのと、やっぱ遊戯で言うと、髪型でしょ。さ、初めて見た時びっくりした、あの漫画。わかる。何この髪っていうか。これはわかる。星みたいになってる。それね、私もちょっとね、あげるから病んだ。派手だ。やっぱね、その、内面っていうよりか、もう外見で、私の中で、正直主人公を、かなり1位にいるぐらいのキャラクター。一度見たら忘れられるじゃん。でもね、私が遊戯好きなのは、めくるめくエジプトの世界。そこなの？そう。そこなの？まあ、それは、そういうこと？千年鏡とか、あの辺で。その、目玉のこの千年リングとか、デザイン好きそう、めちゃくちゃ。そう、好き。あの世界からどんどんエジプトの世界に入ってる、ミステリアスでエキゾチックな世界で、遊戯が戦っていくのが、なるほど、ね。なんか、エジプトが好きだもんね。そう。僕は、こちら。はい、朝倉陽ね。はいはいはい、これシャーマンキングで、はいはいはい、今多分アニメでまたマンキン、ね、リバイバルしてると思うんだけど、うん、ね、うん、まあ、やっぱ強い阿弥陀丸っていう幽霊の魂を自分の中に入れるんだけど、うん、懐かしいな、うん、俺が多分ね、小学校6年生か中学校ぐらいの時にちょうどやってたんよ、うん、アニメで、うんうんうん、すげえドハマりしたよ。でまあそのキャラ的にも性格がすごいのんきな、なんか何でもいいよみたいな感じなんだけど、そう、戦う時になるとすげえこう強えみたいな。分かる分かる、そういうキャラも好きや、ガッガッしてないキャラね、クールで強いよね、そうそうっていうのが好きで結構好きだった。あとはヘッドホンね、ここにヘッドホンして、そうそう、してるしてる。まあ、わかるわかる。あと、ゲタね。ゲタ、そう。まあ、そういう意味では、そう。裸足キャラ好き。わかるわかるわかる。確かにね。自分裸足だから。そうそうそう。っていう感じで、じゃあ、私、ちょっと私だけ絞りきれなくて、3キャラいるんだけど、おじゃん、こちらです。鬼滅の刃のかまど炭治郎、はい、テニスの王子様の越前龍馬、で、ワンピースのモンキーディルフィー。いや、いいね。最強の最強の主人公3人じゃねえか、まあ。ちゃんと理由があって、まず、この炭治郎は、なんだろうね、ここ最近の主人公の中で私ね、すごい衝撃を受けた。
どんどんに。すごく古風だけど新しかった。なんかさ、優しいよね。すごくいい子じゃん。なんていうか、本当に嫌いになる要素がなかった、炭治郎には。ああ、まあね。で、なんか手がボロボロなところとかもすごい好感度高いし、本当に長男としてさ、生きてるじゃん。今の時代にこういう考え方する人ってあんまいなかったけど。確かにそうだね。なんかそれがすごく新しいけど、筋が通って絶対ブレないし、優しいし、妹も。頑張り屋だしね。本当家族思いじゃん。主人公にしてはびっくりするぐらい素朴だよね。そう。いい子なんよ、めちゃくちゃ。で、本当に結局私って主人公推しになる作品あんまなくて、脇キャラ推しになるの、はいはいはい、でもね、なんかこれはやっぱね、なんか主人公が推せる、やっぱ炭治郎が好き。鬼滅の刃誰好きって言ったら、やっぱり炭治郎が好きだなって思うんだよ。はい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 。っていう感じ。で、次のこの越前龍馬は、まあ、テニプリなんだけど、はい、まあ、テニプリってすごくいろんな人気キャラがいっぱい脇キャラでいるんだけど、まあそうね、なんかね、私の中でこう、ね、新しい主人公あった、これも。この当時、割とね、ジャンプの主人公って、熱血だったり、出来損ないみたいなイメージが、頑張る、努力して頑張るっていうのが多かったの。はいはいはい、だけど、ね、なんか、いきなりスマートだったの。もうね、いきなり出てきて、もうテニスの申し子みたいな感じで、さっそうできるもんね、強くて。強かったもんね。中1なのにめっちゃクールなの。で、なんか、口癖もね、まだまだだねなの。いや、かっこよくない？私、中1ですごいかっこいいなと思って。で、最後は、もう、語ることもないぐらい、もういいね、ルフィなの。これ、先生よく言ってるしね。もうね、好きなんよ、すごく好きなの。ルフィのどこがいい？全部いいの。本当に好きなんだけど、まず麦わら帽子とやっぱオッペのところに傷っていう分かりやすいこうシルエットがまず好き。あとなんか目もなんかこう本当にキュッキュに黒ペンみたいな。ちょっと似てるよね。本当に。でもね、やっぱりね、あれなんか、ルフィは絶対やっぱ仲間を大切にするっていうところがブレない。私が小学生の時にルフィから教えられたこと、仲間を大切にする。ということで主人公出たよ。はい、さあ、これを組み合わせたら、最強の理想の主人公ができるはず。濃いねー、このメンバー。全部ジャンプキャラだけどね。そうなんよ。なんかジャンプのキャラになっちゃった、みんな。ベースを誰にしよっか。勇気の目とか結構かっこいいけどね、俺は。もう勇気の目描いたらもう勇気になるよ、全部が。そうだ、全部が。やっぱりね、ジャンプの主人公ってやっぱ傷だと思うんですよ。って意味では傷つけたい、どっかに。ってなると、ここから入れると炭治郎の額に傷か、ルフィの目の下に傷は入れたい。やっぱルフィの目の下に傷の方がいいんじゃない？なるほど、ね。炭治郎の傷よりもまだ。なんかキャラ的には作りやすそう。なるほどね。でも遊戯をどう入れるかの問題は、遊戯の要素めっちゃ強いから。斉藤からどうぞ。はい、私の提案する大好きなライバルキャラ、こちらです。あー、ハンターハンターのヒソカ。なるほど、わかる。いや、これはもうね、うん、圧倒的にかっこいいでしょ。かっこいい、かっこいいね。あの、敵なのにたまに味方にもなって、わかるわかる、なる、安心、強い、うん、でもたまに仲間としても戦ってくれて、まあ、最強だよね。わかるわかる、最強で、なんかアドバイスもたまにくれるし、そう、しかもちょっとセクシーじゃん。わかるわかるわかる、ミステリアスな色気がある。いつも髪こうじゃん。でもさ、たまにシャワー見てる時とか髪降りてる。めっちゃかっこいいよ、それが。ほとんどのイケメンじゃん。そうなそう、でも変態的なとこもあるじゃん。そうそうそう、わかるわかる。この敵キャラがちょっとミステリアスだってほしいって思うから、あの変態的なところもかっこいい。謎めいてる感じね。まあ本当そう思うと、ひそかっていいキャラだよね。わかるわかる。私からは以上です。僕はこのキャラクター、はい、ちょっとね、間違えちゃったね、字を、うん、クロー哲郎くんっていうキャラクター。おー、でこれは配給のキャラクターなんだよね。あ、そうなんだ。そうで、配給のネコマ高校っていう別のライバルと高校のキャラクターのキャプテン。俺が見た感じはすごい信頼が仲間から熱くて、まあ、キャプテンだし、ね、キャプテンだし、戦う時に言うセリフがあるんだけど、俺たちは血液だっていう、でそれでまなんと流れるんだけど、そういう言葉があって、それがなんかすごいかっこいいなと思うよ、俺は。それを言う時が、ね、そう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 っていうことです。うん、いいね、はい、いいね。なんかね、これは猫をイメージしてる学校だから、だからね、別にケンマくんでキャラがいいんだけど、私はその方が好き。なんかその子は私が好きなんで。金髪のね。そうそうそう。前、ね、企画で一回書いて、なんかそれ以下好き。あ、本当。うん、という感じ、OK、はい。じゃあ私、最後、私のお気に入りライバルキャラ。もうこれね、誰もが知ってる。サスケ。ウチハサスケ。サスケね。あ、ナルト、うん、ナルトの、そうです。私はまず主人公よりライバルキャラの方が好きになるタイプなの。はい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 、
でもかっこよかった。本当に主人公が何やってもうまくいかないキャラ、ナルトみたいなキャラ、なんかエリートだから何やってもできる。ちょっと越前龍馬みたいなとこあるよね。そうなんそうなん、好きなんよ、まあ、そういうキャラが。私多分ね、からできちゃうんだよね、血筋がいいキャラ好きなんや。なんかエリートのキャラ好きなのすごく。なんか本当は努力してるよみんな裏で。だけど それ以上にやっぱ血筋でやっぱできてて、なんかちょっとさクールな気取ってるキャラみたいな好きなんよ。はいはいはい、もう血統書つけてさしたらできちゃうよ。女子からもモテるよ。モテるね、まあ、そういうキャラが大好き。はい、本当に、ね、うん、っていう、まあ、いいね、いい感じかなと思う。じゃあこれをちょっと3人合わせて、はい、まあ今回3キャラしかいないからな、割と作りやすいんじゃないか。私思うにライバル系キャラってさ、特徴としてさ、やっぱクールだから黒髪が多くない？おいおいおい、あでも黒髪黒髪じゃない、ひそかだけはちょっと違うけど、ひそかだけちょっと違う。でもさやっぱ黒髪でいきたいね。黒髪でいこうか。あと目がやっぱ、うん、多分サスケもクール系、あみんなそう、みんなそう、みんな結構切れ長の目だから、ね、あそうだね、そうだね、うん、切れ長系の目にしよう。だからさ元からもうイケメンない、多分イケメンないよ基本的にライバルキャラって。そうね、イケメンにしよう、イケメンに。まずまずちょっとじゃあ我々の考えた最強主人公、こちら見てください。はい、まず作品名が、まあ、テニススピリットファイターテニピースの刃の主人公の名前を小さくか D、王球児です。小さく D ってやばいね、今みんな何が起きたか分かんなかったけど、まあ王球児、まず主人公王球児、はいはい、王球児は、テニス王とテニスのね、大会の1位を目指すみたいな、うん、少年なんだけども、まあ、割とこうちょっとやる気がなかったみたい。そこにある日、テニススピリットの王が来た D っていう名前の王の魂がついたことに表現して、はいはい、めちゃくちゃ強いテニススピリットファイターになります。はいはいはい、イニシエのテニスの王がいるよ、いっぱい魂になって、はいはいはい、そいつの一人もう伝説の王 D がついてる。なるほどね、うん、でそいつは割とちょっとキザで性格変わると、まあちょっとまだまだだねっていうのは口癖っていう、うん、まあキャラクターの王球児で、ライバルです。この葉の王がついた こいつはライバルの名前、国国必須です。国国必須、うん、こいつにはこの葉の王がついてて、うん、まあ要はこいつは、まあ、腰に刀刺してるけど、まあ技的にはバンジーガム、バンジーガムって技で戦う。ひそかじゃん、だから。まあ性格的にはクール、クールだね。クールで余裕があって、はいはい、女子からモテる、はいはいはい、っていうキャラクターで、主人公はちょっとこいつをすごいライバル視してるみたいな。もう何やってもできちゃうから、はいはいはい、最初から。でも主人公もまだまだだねって言ってるけど。両方ともどっちもできるじゃん。主人公の方が泥臭いんだよね、はい、ちょっと泥臭い、ちょっとね、こっちの方がとか言えるけど、こいつはうーとか言わない、また最強ね、なんか汗もかかないでしょ。そうそうそう、ずっとこの状態でしょ、この状態でもうっちゃうでしょ。そうそう、最強、一味も動かないぞあいつはみたいな。でも手つかゾーンみたいな、途中からはこいつ仲間だから、だから途中からはこいつも仲間になって、さらに出てきた別のあのスピリットと戦うから。なるほどね。そうっていうストーリーです。いいと思う、よし、よくできた、よくできたけど、こんなより出せないよ。パクリパクリで。まあいい、なかなか秀逸なパクリ作品だと思う。結構読んでみたら面白い、読んでみたら面白いかもしれない、本当に、うん、みんなはほら鬼滅の刃とか知ってるじゃん、みんないろんな作品をね、うん、はいはいはい、もうナルトとかもね、はい、だからなんだこのパクリって思うじゃん。何も知らないマサダの子にこのテニススピリットファイター見せたら、やばいよ、何これ面白いってなるはず。絶対結構でもなりそう、なるよね、なにこの斬新な設定みたいな。で勉強になるね、パクリからでもやっぱいい要素取れば生まれる、ね、なるなるなる、みんな憧れの主人公球児だから。まあ、こういう風にしてなんか漫画っていうのは生まれるんだよみたいな。間違ったよ、あれがち間違ったよ、やっぱいい作品から学んで自分のオリジナルを出すっていうのは大事。はいはいはい、まあ、多分これを持ってったら、まあ、もしジャンプの編集さんがいたらってなるだろうけど、ちょっとやりすぎちゃった劣化は出るだろうけど、まあ、でも根本は考え方はね、本当いいキャラから学んで自分の作品に生かすは本当いいこと、はいはいはい、ということで、こんな感じで今回の企画は終了としたいと思います。皆さんテニピースの刃読んでみたいか読んでみたくないか、コメント欄でよかったら教えてください。よろしかったらチャンネル登録と評価、高評価ボタンもお待ちしています。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の下本慎太、アシスタントの斉藤と、バイバーイ。